しまいたいの、全て起こってしまいたいの、一瞬一瞬一瞬で世界観が。やっぱ映像で見るより生の迫力すごいですね、この衣装と世界観ね。じゃあちょっと代表者1名近くに。すごいわー、わー、なんかすごいですわ身も心もアマゾーヌっていう感じですね。今回のテーマについて教えてください。はい、このテーマはアマゾンの口に住む部族を表現して、今の私たちに例えると大切な友達や家族、そして自分がそれぞれ持っている宝物を守るように女性の部族をイメージして、イメージを固めてこのステージに臨みました。本当アマゾンの奥地探検してて、なんか出会ったみたいな、はぁーっていう感じがします。この距離感でも今回一番こだわった点ってどこですか？こだわった点いろいろあるんですけど、気持ち悪い動きのところをとても追求したり、リフトとかも、どう見せれば綺麗に見えるのかとかを研究したり、どうしたら力強くサビとかを踊れるのかっていうのをとても追求しました。ね、衣装とかもいろいろ見てなんか練ったんですか？アマゾンを連想させるようなイメージをして、この斑点とかもアマゾンとかにいる部族を表現して、斑点をつけたりしました。ね、なんかたくさんきっと研究してそこからクリエイティブに作ったんだろうなと思いました。じゃあくるっと後ろ向いていただいて点数を見ていきましょう。アマゾーヌです。点数は表現力34点、技術力15点、独創性14点、合計63点。順位は、順位に変動はありませんでした。常盤松学園高等学校アマゾーヌのみんな、熱いステージありがとうございました。